なあさん見るならスクーター散策日記。こんにちは、スクーター散策日記のなあさんです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今回は和歌山県紀の川市にあるカフェイーバ紀の川さんでキャンプ飯を食べに来ました。このカフェイーバ紀の川さんは店内でキャンプ気分が楽しめるキャンプ飯ランチや固形燃料で自分で焼くフレンチトースト、地場の食材を使った自家製レモネードなど個性的なメニューが勢ぞろい。広い店内でサークルの集会、オフ会、懇親会などカフェで飲食をすれば3時間利用できます。バーベキューやソロキャンプができるコーナーでは最大30人程度が利用いただけます。この後の動画にも登場しますが、模型の制作スペースもあり、エアブラシの塗装ブースや 3D プリンターも原則無料で利用可能。さまざまな遊び場を提供していただけるちょっと面白いカフェなので、ツーリングの目的地にしてみてはいかがでしょうか。と、そうこうしている間に到着です。はい、到着です。さあ、こけないように気をつけていこう。ここな、溝が大きいよね。よいしょ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 。前回はこのフレンチトーストを食べました。今回はキャンプ飯かな。まあ入ろう、暑いわ。よいしょ。これ500円なんや。で、こういう雑貨も売ってますね。こういうインクとか道具とかを貸してくれるみたいですね。塗装ブースもあるやん。へえ。これは 3D プリンターかな。違う？ちゃんと。前にここを来させてもらった時に、そこの溝でバイクひっくり返したんですよ。覚えてます？そう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 。ここ来る時も。同じ鉄はふんわりとめっちゃ慎重に来ましたそうそう、あの時ですね。いや、同じバイク、あのバイクですよ。はい。で、傷はどうにかごまかして、で、また再度訪れました。ありがとうございます。卵スープ。はい、どうもありがとう。どこでもいいですか。はい。
あ、ありがとうございます。白くいる？はい、お願いします。スクーター散策日記。500円の布造り買ってみました。どうこれ、可愛くない？家でスリッパ代わりに使おうかな。まあこれでおばあちゃんのお小遣い稼ぎにでもなれば。バーベキュー丼すごいボリュームやったね。大満足のランチでした。それでランチで腹も満たしたし、食後のデザートを食べに今向かってます。初めて行くお店なんですけど、卵カフェっていうお店で美味しいソフトクリームが食べられるらしいんですよ。そこ目指して今京奈和道を乗って向かってます。無料のトラックや。荒野口で降ります。この辺B で出てる、ここか。わあ、砂利か。よっしゃ。卵カフェ。スクーター散策日記。はい、そんなわけで今回はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。当チャンネルではバイクに関する情報を発信しております。高評価、コメントいただけると嬉しいです。